はい、皆さんこんにちは、花坂じいさんです、今日はビオラとアリス様のね寄せ植えをしていると思います。ビオラは別名三色スミレと呼ばれています。原産地は北ヨーロッパでスミレ科の一年草なんですね。またこのアリスサム、これはですね別名スイートアリスサム、ニワナズナとも呼ばれています。原産地は地中海沿岸でアブラナ科の一年草なんですね。ビオラはですね気温は根鉢を崩さずに植え付けますが、根が回りすぎている場合はですね少し根をほぐしてから植えると新しい土と馴染みやすくなります。肥料はね元肥として環境性肥料を与え、その後はね、肥料を切らさないようにします。鉢植えはおすすめの液を週1回程度、花壇は月1回固形肥料を追肥したらいいかと思います。水やりはですね土の表面が乾いたらたっぷりと与えて、冬にね水不足で枯らすことがありますので、鉢植えは早めの水やりをですね心がけていただければというふうに思います。まずね、ちょっとここに今適当に入れてますんで、まずこれを、ね、出したいと思います。ビオラですね、オレンジのビオラが好きなんですよね。黄色とかオレンジとかですね、それに、このビオラ、ビオラをね、4株その間にこのアリスさんをね、植えていこうかというふうに考えています。はい、でアリスさんなんですけども、植え付けはですね手を痛めないように注意しながら植えます。肥料はね元肥に環境性肥料を与えて開花中に月に1回千倍液で追肥します。花がら摘みはね種ができると株が弱りますので、咲き終わった花から順に摘み取るということですね。ということでね、まずここに鉢がありますので、ちょっと水が入ってますからね、ちょっと水をこぼして、これにね、植えていきたいと思いますが、まずねバラ土を、定番通り入れます。バラ土をね、まあ2杯ぐらい感じでね、約2杯入れたらねこういった感じになりますんでね、ちょっとこう揺していただければいいかなと思います。あとはね土をね、入れていきます。土を入れていきますが、これもねあらかた入れて、そしてね、まあ、随時ね植えていこうかなと思います。まあ、あらかた入れた時にどれくらいになるかね、ちょっと置いて、そしてね随時植え付けをしていけばいいかなというふうに思います。まずね、そうですね、まずこんな感じで置いてみます。こんな感じで置いてみますね、こんな感じで置いて、あとねアリスさんもこの間にね、植えていこうかなと思いますんで、こんな感じでいいかな。白をねここに置いて、はい、そして前にね前の方にこんな感じで植え付ければいいかなというふうに思いますんで、まあ、こんな感じでね、植えていこうかなというふうに思います。まずね皆さんから見て奥の方からね、このビオラからね植えていきたいと思います。植えるっていうか、まあ、とりあえずね、まあ置くっていう感じですね、置いてこんな感じでビオラを置きます。こんな感じでね置いて、そして後でねこの間に土をね置いていくような形でいいかと思います。はい、どんどん置いていきますね。かわいいでしょこれね。えちょっとね根が回ってますから、こういった場合は少し取ってあげます。はい、こんな感じですかね。あとほぐしていきます。ちょっとね、これね、ビオラです。こんな感じで置きます。ビオラさんもね、こんな感じで置きます。これもちょっとね、
根が張ってますんで、ちょっとね下を取ってあげますね。下だけ取ってあげればいいと思います。とちょっと揉む感じですかね。もう皆さんから見て前がそちらになると思いますんで、こんな感じで置きます。取りますね。あと最後のねビオラを、ビオラじゃない、すいません、アリッサもね置いて前かげにねちょっと置いたらいいのかなというふうに思います。これでね間に土をね入れていきます。はい、真ん中ちょっと空いてますけど開けて、まだ茂ってくるとね、ずっとこう間がねなくなりますんで、まず真ん中からちょっと土を入れて前の方ね入れていきます。どんどん入れていきますね。はい、こんな感じで、ね、入れていきます。はい、ちょっとね周囲をずっと押さえて土がねよくあの花と花の間に入るようにねしていきます。こんな感じでね間にこう、まあ一番にね芽が、芽っていうか根がね見えないように植えるっていうのがこちらなんで、見えてませんかね。はい、こんな感じですかね。はい、それとね、周囲にウォータースペースをね 2,3 センチ作るということですね。あの水をやった時にガーッと溜まってですねじわっと染み込んでいきますからね大丈夫だと思います。はい、あとはね、こういったもので消毒をね、シュッシュッシュッとやればいいかと思います。まあ1年に1回ぐらい、すみません1月に1回ぐらい、それと虫なんか来た時ね、虫の予防とかなりますけど、病気の予防になりますけど、虫なんか来た時はその人をね取ってあげるってことが大事かと思います。そしてこういったね保険医療をね、まあ、2、3粒ずつねやってあげればいいのかなというふうに思います。そしてあとね1月に1回こういった液体肥料でね1000倍液肥で薄めてあ、げられたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これでね、まあ、こういったものはねちょっとこう周囲に固形肥料をやってあと埋めておくってことですね。大丈夫かと思います。皆さん今日ねこのビオラとアリッサもね、交互に植え付けました。皆さんもぜひねやっていただきたいと思います。最後になりましたがね、いつもコメント高評価ありがとうございます。チャンネル登録をねよろしくお願いします。ちょっと周りをね見せながら喋りますけど、見ながら聞いてください。登録していただくとですね私が投稿した時通知が届き非常に便利です。今ね私の似顔絵が画面の中央に出てますけど、ここをクリックするだけです。ぜひね皆さんも、クリックをしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、こんな感じでね、またガッとこう茂ってきたらねまた投稿したいと思いますんでまた見てください。ということでね今日はビオラとアリッサの寄せ植えをやってみました。また見てください。それでは失礼します。